リージャーナリストの加藤です、大きく3点質問があります。まず1点目がですね、ワイマックスに関してなんですが、ワイマックスのですね、オフロードの効果がどのくらいあるのかという部分なんですが、先端で発売された HTC の EVO でですね、実際にそのユーザーさんの、トラフィックのオフロード効果、ワイマックス側への、移動というのはどのくらい、何パーセントぐらいあったのか、さらに、今回ですね、冬商戦でワイマックスのスマートフォンを増やすわけですが、これで全体的なトラフィックのうちどのくらいをワイマックス側に移行したいというふうに考えていらっしゃるのか、これが1点目になります。で、2点目がですね、同じくワイマックスになるんですけれども、先般台風の日に大規模なシステム障害が起きていると思うんですけれども、ですね、6時間以上という長時間システム障害が起きているわけですが、今回ワイマックスというのが KDDI の大きな優位性にはなっているんですけれども、システム障害の原因が何であって、それでどういった、再発防止策を取られるのか、またこのワイマックスの信頼性について今後どういうポリシーで確保していくのか、この部分はぜひ田中さんにお聞きしたいと思っております。あと3点目がですね、今回選択というのは一つのキーワードで、非常に多くのラインナップが出てきてですね、先般Windows も出てきているわけですが、これだけ商材が増えますと販売店さんのですね、サポート力というものが、非常に心配になってくるわけですけれども、こういったですね、販売店、さらにはコールセンターの、そのサポート能力の向上に関して、どういうスタンスで臨むのか、どういう対応を取られているのか、特に今後 IMAX だとか商材が増えたときにきちんと一般のお客様に対して、サポートできる体制になっているのか、これが3点目の質問です。以上お願いします。はい、ご指名でございますので、私の方から全てお答えしたいというふうに思っています。まず最初にですね、EVO の IMAX が春に出たんですけれども、その IMAX のオフロード効果っていうのはどれぐらいなんだというようなご質問かと思っております。ですね、まずEVO のワイマックス利用率なんですけども、大体8割ぐらいが使ってらっしゃいます。使った人の8割ぐらいがワイマックスを使っています。で、そのうち実際オフロードが全体のトラフィックでどれぐらいになっているのかということなんですけども、申し訳ないんですけども、ちょっと手持ちにデータがなくてですね、即答できませんので、また今後たくさん出てきますので、その結果出てきたところでご紹介できる時があるのかなっていうふうに思っています。2つ目は、このトラフィック今後の話なんですけども、どれぐらいオフロードをしていくんだよっていうことなんですけども、実はワイマックスオンリーっていうのはですね、実は見てなくてですね、ちょうど2013、4年になるとですね、全体のオール 3G も入れたトラフィックも含めて約半分ぐらいはですね、3G 以外にですねオフロードしていかなきゃいけないっていうふうに思ってます。その選択先としましては、 WiMAX、Wi-Fi だけじゃなくて、ひょっとしたら固定の回線もあります。で、我々としてはこの全体でですね、これに向かって、オフロードのいろんな施策をですね、これから進めていくことになるかと思います。まだまだそのオフロードは少なくございますけれども、まだまだネットワークは余裕があるので、着くまではまだ現時点では失敗してませんけれども、将来に向けてはそういうことを考えているということでございます。続きまして質問、もう一つの質問はですね、ちょうど台風の日に、雪のネットワークが長時間ダウンになった、東日本ダウンになったということに対する原因でございますけれども、私雪の会長もしてますんで知る限りのことをお話ししますとですね、台風が近づいてきてですね、ユーザーさんのアクセスの割合が、通常時の9倍ぐらいに膨れ上がりまして、申し訳ないんですけどバグがありまして、高トラフィックにおける服装コントロールの、設定がちょっと甘くてですね、システムダウンになったとバグがございます。今それを対処しておる最中でございます。問題はなんでそれそこまで大きくなるのかというようなところのところまではまだつかめてませんけれども、全体としてはですね、そういったトラフィックコントロールに対する
核の対処を今しているということであります。まあ、調子がいいなったっていうのはですね、立ち上げてもですね、まだ一気に来るんで、それを繰り返してたっていうのが、現象になったかと思います。本当に、多数のお客様にご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げたいというふうに思っています。最後の質問でございますけれども、たくさんの、スマートフォンが、出すわけなんですけれども、本当に店頭とかまたコールセンターで対応可能なのかということでございます。これにつきましては本当にその課題をですね、我々の、品質、サービス品質の非常に重要なパラメーターであるというふうに認識しておりまして、今本当にですね、並行してですね、トレーニングを続けておりますし、もう一つは我々自身固定系も実は経験がございますので、インターネットもしくはいろいろインターネット ISP として培ったそういったノウハウをですね、できるだけショップとかコールセンターに、フィードバックすることによって、なんとかお客様の依頼を選べるっていうようなご要望にお応えしていきたいというふうに考えている次第でございます。ありがとうございます。左手前方の男性の方、お願いいたします。フリーライダーの井上と申します。今回の秋冬ラインナップなんですけれども、フィーチャーコン EGWEB 対応機がですね、法人向け含めて3機種しかないんですけれども、選べるという割にはちょっとフィーチャーコンが少ないように思えるんですけれども、これから既婚者としてはフィーチャーコンがシュリンクの方向に行くんでしょうか。はい、私の方からお答えしたいというふうに思っております。3機種ということでございますけれども、今我々自身も本当にお客様が何を望んでらっしゃるかっていうような調査をかなりやっているわけでございまして、本当に多数のお客様が実はスマートフォンの方に完全にシフトをしていらっしゃるというふうに実感しています。逆に言いますと、スマートフォンのラインナップの中にですね、もっといろんなバラエティーですかね、を作ってほしいというふうに認識しておりまして、この後どういうことになるかということでございますけれども、おそらく数年経つとですね、ユーチャーフォン旧来の携帯のですね、割合は数割、3割くらいかないか、2割とか、そういうところになるんじゃないかなと。逆に言うと、我々に求められているのは、そういったお客様、要するにスマートフォンになると、やっぱりインターネットを使い出すと、もう元に戻れないということでございますので、そういったスマートフォンの中のですね、本当にきめ細かな機能とかですね、そういったことにどこまで対応できるかっていう方が、より課題だっていうふうに思っております。そんなところでご理解いただければというふうに思います。日経新聞の佐賀久保田と申します。ブランチシンプルについてお伺いしたいんですけれども、12年3月期で数字は織り込んでるんだと思うんですが、その減収への影響と、あと設備もある程度心配されるのかと思うんですが、それはいかがなのかというのと、あとですね、そうですね、その一点をまずお願いします。はい、それも私の方から返させていただきたいと思います。プランズインシンプル我々業績面でのインパクトというのが一つ目と、二つ目は設備的な対応というのはどうなっているのかということでございますけれども、まず減収、減益両方だろうと思うんですけども、実は我々キャリアもすでにですね、家族割引もやっておりますし、指名通話定額ということで、それなりにやってきております。そういう意味で今回もう一歩オール au ユーザーに対しては、無料ということの提案させていただく、ランズイを提供させていただくわけなんですけれども、現実的な話としてはですね、かなりそういった形で無料部分が進んできておりますので、
その幅っていうのはそんなに大きなものではないということでご理解いただければというふうに思います。2つ目は音声側の設備 の余裕だというふうに思いますけれども、こちらの方もですね、実はまだまだ設備の方は十分ありますので、これによる、いわゆる MOU というかね、通話時間、通話回数の増については設備的なインパクトはほとんどないという理解でお願いしたいというふうに思います。ごめんなさい、それでしたらなぜこのタイミングというかですね、もっと早く出してもらえるのかなと思うんですが、それについてはいかがでしょうか。ですね、ずっと実は検討しておりまして、この秋冬のタイミングでですね、出すのが一番いいのかなというのが本音のところでございまして、逆に言いますと、先ほど申し上げた締め通話定額とかですね、頑張っておくのが出ますけれども、それの振動がですね、全体のお客さんのうちにそういった既存のウェブサービスの振動がですね、ある程度進んでおりますので、インパクトという意味ではですね、業績面のインパクトですけれども、それほど大きくないということで、このタイプだっていうふうに考えました。あと一応改めましたiPhone の発売について何かコメントがあればお願いします。多分私がこれからお話しするのは皆さん想像ついてるかと思いますけれども、申し訳ないですけれども、のコメントにさせていただければと思います。申し訳ございません。毎日新聞の稲城と申します。一点お願いします。AU 今のところ、純増数でも、3位とか4位とかかなり劣勢な状況にあります。それを逆転する、特にソフトバンクとか端末、ドコモは、ネットワークというか、強みがあるわけですけれども、今回も YMAX ということで、高速って出されますが、ドコモも、クロッシーの、スマートフォン、そういう意味では、これを逆転するだけの要素があるのかなというところに疑問があります。どのようなところに、AU が逆転していくのか、iPhone のこともちょっとしたらあるかもしれませんが、どうやって逆転するかという部分を、戦略を教えてください。はい、これも私の方からお答えさせていただきます。純増数の話かというふうにまず思っているんですけれども、少し今ご質問いただいた方と理解が違っているのは何かといいますと、実は我々ずっとですね、このいわゆる携帯型、スマートフォンも含めてですね、ここをなんとか勝てるようにしたいっていう思いで、この1年間頑張ってきました。ちょっとそれがその指標としてですね、現れてくるのが、必ずしも全て1対1じゃございませんけど、いわゆるナンバーポータビリティ NP の差だというふうに思っておりまして、これにつきましては本当に、だいぶ少なくなって、流出が少なくなってきておりまして、何とか流出が止まるぐらいまで持ってこれたのかなっていう、まだまだ純増数という意味ではですね、モバイルルーターとかフォトフレームとか、そういったモバイルナンバーポリポートビリティは関係ないデバイスで頑張らなきゃいけないというふうに思ってまして、そういう意味でスマートフォンの戦いという意味ではモメンタムを戻せてきたと思ってます。今回YMAX と 3G の、モバイルルーターを出していきますので、この下半期はそういった携帯型のものも頑張っていこうと思ってますけれども、そういうふうに思っております。でもう一つ、じゃあ秋その中で競争力はどうなのかっていうことでございますけれども、ドコモさんもクロッシーで頑張ってらっしゃるというふうに聞いておりまして、我々自身はYMAXのエリアカバレージの広さ、これも圧倒的に広いっていうふうに思ってま
して、これ十分やっていけるというふうに認識しております。滋賀大本の福島と申します。先ほど、については、コメントとおっしゃってたんですが、改めて現場はかなり混乱していると思いますので、何か一言いただけないのかなということとですね、プラン全部シンプルということなんですが、いわゆる au 版ホワイトプランなのかなという感じがするんですけども、仮にアイコンを出すとしたらホワイトプランとアイコンでやるというのはちょっとどうかなと思うんですが、そのあたり田中社長の考えを教えてください。困ってしまうんですけれども、別の言い方をすればですね、なかなか先週からいろんな記事出てますし、本当に多数の方からご質問を受けるんですけれども、申し訳ない、何度も申し訳ないんですけれども、時点においては全てノーコメントとさせていただきたいという